ナチャーラーカイストリエの表紙もあるテンホッタインはオランダの医師、博物学者である。リンの自然の体系に影響を受けて37巻の博物書を出版した。ホールンに出版業者の息子を生まれた。ライデン大学で医学を学び1749年に学位を得てしばらくホールンで医者を務めた後アムステルダムに移った。 1761年から1785年の間にわたって37巻の植物書、ナチャーラウカイストリエ・オブ・ボリッジビスクレイビング・デア、ジエレン、プラントン・イーエヌ・ミン・ライラン、バルゲンスヘッド・サメンステル、バンデア・ヘア・リンネウスを出版した。22000ページで296の図版を含む、大著で、リンネの、自然の体系などの分類学の著書に基づいていた。 ドクダミ科のドクダミ属の学名は、ホッタインに、懸名されている。ハウトは、植物の学名で命名者を示す場合に、マールテンホッタインを示すのに使われる。ありがとうございます。